はい、三人称のドンピシャです。ディアーシミュレーターやっていきたいと思います。ごく普通の鹿のゲームらしいです。ごく普通の鹿のゲームらしいです。前にですね、ヤギのゲームをやったことあるんですけれども、今回は鹿になろうかなと、ごく普通の鹿になろうかなと思っております。それでは早速やっていこうじゃありませんか。ここで結構動かせるんだね。あまあ見てわかる通り、このゲームはおそらくバカゲーなんでしょうね。始めると、うわーすごい、これ地球かい、これなんとも雑な感じの、あ、ごく普通の、こう見るとごく普通の鹿のゲームですね。今のところチュートリアル、なるほどね。あー、ちょっとね、今ねコントローラーがなくて、今回だけキーボードになってしまいます。次回からはコントローラーでやろうかなと。まあそんな変わんねえか、見てる人たちにとっては。人がいるね。ジャンプができると、結構ふんわーりジャンプする、ふんわーりと、なんか近いな画面が、微妙に。ダッシュこれね、見たそのスチームでこれやってるんですけど、スチームのねムービーでね、すごい走り方するなーっていう。攻撃なんで二足歩行になってしまうんだろうな。でもごく普通の鹿ですからね。首伸ばし9、長押し、あなるほどね。なんかグラップリングみたいになるんだよね。これはいいですよ。ちょっとオプションいじっていいですかね。オプションカメラ感度もうちょっと下げてもいいかな。あ、フォーム変更できる。ちょっともうちょっと遠いところから、あ、いいじゃないですか。うん、こんぐらいが見やすいかな。これいいわあー攻撃できる人を、なんか、ん?持つ。あ、待って、なんかできるわ。はい。あー、挨拶できる。かわいいな、おい。鹿にする。つながれた!ダンスは?うわシュールだねー。あ、回れる。鹿になったままだ。あー、なんだなんだ、ついてくるついてくる、忍者走りみたいについてくるよ。ね、人間に戻すこともできるんだ。あ、入ってた。それをバカつすんな、やばいね。まだ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 、海ちゃん海ちゃん、危ない危ないよ。なんで海に行こうとするのよ、やめてくださいよやばやばこれすげえかっこいい右ストレート、音速超えてない、すごいな。飲む人いるわ。なら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 、たまりませんね。お、なんか落ちてる、銃だ、銃が落ちてる。ちょっと拾わせて、拾いたい。え？あら、角が銃になった。なにこのゲーム、すごっ。もしや、あら、あー、すごっ、撃てる、かっこよ。へー、なんでもありだね。もう起き上がる。あー、あ、これなんか、このここにあるゲーム遊べたりするの、ん、
鹿災害レベルが B レベルに達すると使えるようになります。あ、そうなんだ。あ、そういうのがあんだ。鹿災害レベル E だわ今。鹿災害レベルって何？タタカ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 タパーン。これいいわ。この発信のいいわ。なんか飛んでる。どうせ。あ、どうした？何が起きた？あ、やばい。羊？大地の警官、羊だって何？あ、鹿災害レベルが D になったよ。でけえコアラ。ゾウ飛んでなかった今。ちょっとなんだよ、もう画面が忙しいな。え？あ、あ。ジャイアントコ、ジャイアントコアラ。え？め、ボス？やばいやばいやばい、一生目は。来た来た来た、警官が来た。うわ、めっちゃ叩かれてる。うわ、なんなん、やばこのゲーム。あ、でかい牛。でかい。もしかして、もしかしてそんなことないよね。ちょっと待って、ていうかなんかっていうか、あの、なんかこのゲーム目的あんのかな。鹿災害レベルを、やっぱどんどん、A とか、S があんのかわかんないけど、S とかに近づけんのかな。さすがに？あ、さすがに牛は、牛は大丈夫だね。いきなりビーム撃ってきたりしないわ。鼻のところに入れたら、鼻に弾丸をぶち込んだら、とか。あ、あ、あ、当たってる当たってる当たってる。え、倒せんじゃん、倒せちゃう。すまん牛。あーすごい。うわー、勝手にスローモーションみたいに倒れちゃった。え、これ海だよね。波紋使えてるわ、すごい。歩けちゃう。なんかいる、なんかいるな。あ、間違えた。これはなんだ、これはなんだ。あ、ごめん。あ、そう。何このポーズ、腹立つ。そうなんだ。そうそう、これまだね、アーリーアクセスなので、なんか先行販売中というか、まだね、開発中なんですよね。すごいな、なんだこれ。なんか立ってる、柱が。遊ぶ。遊ぶ。基本ルールはリバーシと同じです。リバーシ？リバウシ？何？リバウシって何？しかし、駒は失うので動きます。ひっくり返った牛は元の位置に戻ります。牛を一番多く取った方の勝ちです。オセロ的な、オセロ的なあれかい？牛と対戦する、二人で対戦する。牛と対戦する。あ、オセロ的な、あ、めっちゃ動く。はい。え、でも待って、まだ、こんなまったりしたくないな。あ、これオセロだな、これ。え、めっちゃ動くな。これオセロだ。あ、なるほどね。やっぱこれ角、あ、まだ大丈夫だ。危ねえ。いや、違うんだよな。まだ、すごい動いちゃう。すごい動いちゃうな。え、どうしよう。あ、いや、まだ、こんな、違うんだよな。でもとりあえず勝ちてえな。とりあえず勝ちたい気がしてきた。でもやばい。すごい負けそう。俺結構オセロ得意な方なんだけどな。もうよくわかんねえわ、動いちゃって、動いちゃってよくわかんねえわ。今角置けた。あ、角置ける。勝った。これ
勝つんじゃないこれ。角さえ取れたらもう大体勝てるからね。でも今のところめっちゃ負けてる。え、でもこれ角、角ですよ。これ後から効いてくるからね、角は。あ、来てるよ。もうほぼ3つの角取れてるよ。最強まであるんじゃないこれ。はい、ほらやっぱり角を制するものはゲームを制すですよ。ありがとうございました。やめる。あー楽しいんだね。なんだよ、なんだっけ、なんていう牛字だっけ、なんだっけ、なんていうゲームだったか忘れちゃった。面白かった。なるほどな。なんかいろいろできそうだね。ちょっといろいろ遊べそうで、何からしたらいいか全然未だにわからない、わからないんですよね。それとブルーと、なんじゃ、なんか飛んどるぞ。あっ引いてから今プッてやったじゃん、完全に。ダメよ、引いてからプッてやっちゃう。なんか的があるな、ああいう、あ、的じゃねえのか、あれ標識のあれかな。ズーン、あのコアラはやべえからな。でもちょっと近くまで行ってみたい、あのコアラの近くまで行こうよね。ちょっと拝みたいじゃん。こっちは別に攻撃的にならなきゃあいつだって何もしないでしょ。じゃケツに張り付いたり、あ、こういうことしても別に何の問題もないんだね。やべ、これ登れるんじゃないか。ほんとに、あの、グラッピングのように、行けば。ほら、わっ、ゼブラ、ゼブラがいますよ。でかっ、でかいな。なんかできんの、あ、飛んでる。なんか出るな。乗る、え乗れるんだ、やば、乗れたぞ。ていうかこのゲーム BGM とか一切ないのな、すごいゲームだな。いいねー、もうあれ太陽かな、すごいなー。あ、沈む、ちゃんと沈むじゃん、沈んでないあれ。うわ、めちゃシュール。え、これさあ、ほんとなんかできんのかな、目的とかあったりするんだろうか。まだそういうのはないのかな、特に目的とかはないのでしょうか。今んとこわからないね。あっ、だこれで、あとはその災害レベルがほんととてつめん、とてつもねえことになった時にどうなるかだな。それぐらいかな。ちょっと暴れてみるか、暴れてみましょうか。このまま走って、でもなんかこれさ、ゆったりと街を散策してたらなんかいろいろありそうよな。ほら、いろいろありそう。まだまだこれできることありそうだな。ちょっと今回は一旦暴れてみてどうなるのか見たくないですかね。せめて C、 いや C と言わず B。 いやもう電車を吹き飛ばしてますから。警官はやれないのか。羊、羊どこ行った。羊、羊いるのか。あ、いた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 。来た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 、パト、白クマだパトカーかと思いきや、でやってやるよ。やばい、ハートが、俺のハートが痛い痛い痛い、ちょっと待って、足すごい、危ない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 。これはこれに乗ってた方が強いのかな。 C になった、
待って、一旦さ、ちょっと待て、待て、強い、いや、この状態だったら俺も強い。白駒、やばい、ハートが、あ、待って、あ乗れちゃったよ、車乗れちゃったよ。え、これ体力回復とかどうすんの。あ、これ巻いたかな。いや、巻いてねえ。でも俺のパンチ、俺のパンチをくれ。うおー、マシンガンパンチ入ってる。きたー、白く、まだもう一分、もう一分入ってる。やったー、かっこよすぎるかっこよすぎる。あ、持った、いいわ。鹿災害レベルっていうのは戻らないんだね。うん。で、俺の体力も一向に戻らないんだけれども、体力回復とかっていう概念はあるんでしょうか、このゲーム。あと、死という概念。あるんでしょうかね。それをちょっと知りたい。知りたくはある。ので、もう少しやっぱ、一度暴れてみるの。これ乗れるな。これ乗れるぞ。同じサイズくらいの馬乗れますね。かっこいい。おっせー、この馬おっせー。あ、原付き乗れるでしょ。車乗れるんだから原付き乗れる上向いちゃってるし乗れ、そうやって乗るんだ。乗るっていうか、なんていうかあ、これ一周できるやつじゃない。やばい、傾いてる。スピードが足りねえ。無理じゃんこれ。原付き押せ。あ、こう、これ来ますよ。あ、無理かな、これ傾いちゃってる。傾いてんな。なんでこんな傾いちゃうのこれ。やば、いけ。あー、あ、行く、あ、無理だー。これ原付きじゃ無理なやつだわ。でもこれ一周したところで なんかあんのかな。なんかスピードが速いやつだったら、加速しっかりできるやつだったら問題なさそうではあるね。あ、そうだ、これ気になってたんだ。このバスケットゴールみたいな、あるでしょう。あ、牛たちがこれバスケしてる感じなの。そんなこともねえか。これ乗れんだ。あ、ぐにゃーんってなってる。どうなってる、あれ父で飛んでる、父を噴射して飛んでます。なにこれ、やば。あ、そう、こういうものもあるんだ。降りる、うわー、空飛ぶ乗り物もあるだなんて。乗り物っていうか、なんていうか、あ、これなんかできんのかな。え、無理か。すごいダンクしそうな勢いなのにダンクできねえな。ダンクできねえわ。炎も噴射、あっあれ乗りてえけどな、ダンボみたいなやつ。あれ乗りてえわ。いいねー。別にバスケができるとかではないんだね。これも同じ、これも噴射式の牛、噴射式父牛かい。あ、これ乗れねえんだ。これ乗れねえわ。乗れませんでした。乗れないのもあるんだ。ここで暴れるしかねえわ、もう。これなんか、あ、いいですね。警察の前で暴れていく。あと、そうだね、コアラを倒すっていう最大の難関が一応あるんだよな。あれ絶対やばいでしょ。ちょっとさ、ほんと暴れて
戦ってみますわ、この辺で。あれとかも、あれは、あれは何？当たってねえな。遠いみたい。とりあえず鹿災害レベルを B にしよう。この辺で暴れます。やべえわ、ハンドガンで家壊せる。なんか、あっ、 AK 家に AK が隠されてる。これ家にいろいろあるぞ。うわ、なんか出てきた。すごい出方なんでのけざってんの。ちょっとイヤーウォーカー、第3の警官出てきたよ。うわ、強っ。俺強い、今俺今強い。でもかなりやばい、かなりやばいぞ俺今。うわ、かなりやばい。グラップリング使って、ちゃんとグラップリング使って、グラップリングっていうか、なんていうか、なんかレーザーみたいな出してきてる。いや、俺がエーペックスで鍛えたビームであいつをやっちまおう。よしよし、やっちまえ。あ、大丈夫、全然大丈夫。あ、全然大丈夫。警官倒した。よし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 。あ、マジか、鹿災害レベル B からはまだ開発されてなかった。そうだったのか、やることやっちまったな。回復、これなんか今そう、この病院っぽいのがあったから壊さずにいたんだけど、回復できねえな。ちょっとこれで、あ、この辺すごい銃、こんなにいろいろあるんだ。なんか、なんだこの銃。あ、っていうか、どん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 足されていくんだね。あ、同じ武器はさすがに。やばっ。いや、これ武器をかき集めてさ、落ちてんじゃん。これレーザーだったよね、警官が持ってたやつ。最強だよこれ、今最強になりつつある。最強生物が誕生したのではないでしょうか。ちょっと待てよ。じゃあ一体さ、体力回復したいからジャイアントコアラに襲撃しようぜ。ジャイアントコアラ襲撃事件を起こそう。ほら、いや、これ下手するといけるのでは。いや、倒しちゃった。俺強すぎた。でも倒しても何もないかもしれない。ああ、俺の最大の目的がモテんのかよこのジャイアントからモテんのかよ。やばっ、海に運んでやろう、海に運んでやろう。くおー、でも端、もうこれ以上行くと多分開発中で。あ、いや、ここはまだ行ける？ここはまだ行けるの？行けるな。あっ。ほら、腹立つー。あ、そうか。開発、災害レベルが下がったからこれできるぞ。そういえば。どれどれ？遊ぶ。警官の数。なんだこれ、大きな数字を入力すると処理が重くなります。あ、ん、クリックして数字を入力できます。数字、あ、なるほど、自分で変えられんのこれ。あ、じゃあ白クマ50、ウサギ50とかもできるってこと。あ、20が限界なんだこれ。そういうことこれ。でも C、 待って、あ、いや、ウサギここまではいけんのか。これで出てくるのかな。ちょっとB のやつも、あ、B じゃねえや、 C も変えといてみようかな。数字50、
50OK。 これで次出てきた時めっちゃすげえ数出てくんのかな。でも俺今最強だぜ、かなり最強だぜ。どっからでも来いっていうか、なんていうか、ちょっと牛見つけよ。牛、牛、牛、いた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 、いたぞ。乗る。もう飛んで飛んで、なんか他にないのか。あ、これの最中は攻撃できたりし、できない、あの、何もできないんだね。あ、あっちになんかある。離れに。あそこなんだろう。あそこなんだろうね。これとかにも乗れないのかな。あ、開発中です。やばい。これが降りる。ここなんかありそうじゃない？なんもないんかな。わっ、強い生物いるじゃん。これぐらい、これぐらいか。よーし、乗ってやろう。待って、この隣は、これは何。あ、噴射の、噴射のマーク。あ、鹿。これちょっと待てよ、これひょっとしてこいつをさ、あそこに置いてあげるとなんか起こりそうだな。そんな気がする。置いてあげて、なおかつ俺がほらスイッチになってる。で降りて、さらに俺を踏むとどうなんのこれ。なんか来た。なんか来たぞ。やべえ、乗り物が来た。うわ、アニマルコンバット。え、なにこれ、なに、え、乗る。うわっ、うわっ、飛べる。おっせ、待って、ブースト長押し。おっ、おっ、アーマドカみたいに、すごい。うわっ、飛んだ、速え、すげえ、やったー。これ間違いなく最強の乗り物だな。やっぱ隠されてたな。できればこれでコアラに挑みたかったな。普通に倒しちゃったよ。なんだよ、まだでもちょっとあの謎、謎というか、あのゾウの乗り物とかあれも乗れんのかとかもわかんないし、空中を漂ってるね、やつもまだいるから、まだできることあんのかな。いや、これもっと開発してほしいな、コアラが。もっと開発してほしい。あっ、倒せる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 、倒した、何もなし、何もなしです。これもっと開発してほしいね。いやー、俺もっと遊びたいわ、いろいろ遊びたい。そうですか。いやー、でもやってやったな。うわー、どうせならもうちょっと地下災害レベル S とかまであって欲しかったな。これからちょっと開発して
どん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 アップデーに期待だな。それではちょっと、短いですがディアーシミュレーターこれにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来ゲームでお会いしましょう。失礼します。